小木さん、よろしくお願いお願いしまします。す。今、ガキさんの、プライオリティ。栄養と、トレーニングと、レスト。睡眠とか、いろいろ含めて。それ何パーセントやってるんですか？僕は、レストと睡眠っていうのはもうほとんど一緒に考えていて、だから一番大事にしているのは、みんなにトレーニングのことをよく聞かれるんですけど、僕はトレーニングよりも栄養の方が重要だなと考えてて、割合的にはトレーニングが20%、30%、栄養が70%または80%を占めてる。だから自分の口に入れる食事、サプリメントすごく気を使ってますね。じゃあその栄養は、今、何を食べてるってどういう、プログラムがありますか？今体を大きくしたいんですけども、ただ体脂肪っていうのは絶対につけたくないので、ただ、長い目で見る必要がある。そんなすぐにこう体は変わらないし、だからこそ一日一日取り入れるものっていうのはすごく気を使っていて、炭水化物のコントロールもそうですし、どのタイミングで何を取るのかっていうのは非常に大事にします。結構細かいプログラムは立ててあるんですけども、今自分の体に何が必要なのかっていう、そういう声を聞き逃さないようにしてます。そう、アスリート、トップアスリートは、やっぱり自分の体はよくしてるというか、よくその声聞こえるっていうことがあって、それは大体何歳からとか、そういう、あるんですか？小さい頃、栄養の知識とかが全くなかった頃、とにかく僕はいろんなものを食べてました。すごく田舎の方で育ったので、木になっている木の実であったり、落ちているどんぐりを食べてた時もありましたし、すごく身の回りに、自然な植物であったり、そういったものが多かったので、そこら中にあるものを食べてましたね。あ、でもこれは食べれる。でも食べてみて、これはちょっと違うなっていうのはなかなか食べなくなってきましたし、あ、でもこれは美味しい。あ、これは体に合ってるな。で、そういうふうに繰り返していって、自分の中でこの食材は自分に合ってる。そう考えた時に、あ、これは自分にとって必要なものなんだ。そういったものがどん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 今になっても、32歳になっても続いて体に入れるようになってますね。じゃあ一日、食べる時間とか何を食べてるって、ちょっと教えてもらっていいですか？僕の朝ごはんは、365日あんまり変わらないんですよ。いつもオートミール、朝はオートミールを食べることが多いですね。オートミールにプロテインを入れて、でその上にバナナで、そこからサプリメントを少し入れて、それが大体朝食のルーティンで、昼食を挟む前に間食、プロテイン、サプリメントで、昼食で、トレーニングをした時は、炭水化物、ご飯、白米ですね。白米であったり、玄米であったり。プラス、タンパク質をしっかり取るために、なるべくタンパク質だけで3種類取るようにしてます。鶏肉、魚、豚、牛はあまり僕は食べないですね。その3つをなるべく多めに取るようにしてます。で、夕食の前に、また間食。大体トレーニングが入ってくるので、トレーニング前の栄養補給、トレーニング後の栄養補給っていうイメージで間食が2回。で、夕食。で、夕食っていうのは、その1日の僕の体の状態によって取るものが全く変わってきます。炭水化物が今日はあまり必要ないかなって思った時は全く取らない時もあります。ただし、野菜、タンパク質、そういったものは多めに取るようにしてます。で、就寝前に必ずプロテインを飲みます。プロテインとサプリメントを飲みます。寝ている間に体の栄養値がこう枯渇しないように、次の日の朝すごい力強いスタートを切れるように栄養を溜め込んでいくっていうようなイメージで取ってますね。なんかトータルで1日6回から7回栄養を入れる回数があります。これでだいたい4000から5000キロカロリー。これでも自分の体っていうのはなかなか大きくなってこないんですね。ラグビーのトレーニングっていうのは非常にハードで、代表のトレーニングになると1日4回5回のトレーニングっていうのが重なってくるので、
1日4回5回。早朝のトレーニング、朝のトレーニング、お昼のトレーニング、夕方のトレーニング、夜のトレーニング。だから結構時間自体は1時間半であったり、長くても2時間。細かいんですけども、回数が多いので、1回1回回復、リカバリー用のサプリメントだったり、栄養を入れる回数っていうのが多いんですね。それを入れても、やはりこう追いついてこないので、体重がどん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 落ちていってしまうっていう選手が多いです。その中で僕は体を大きくしていきたい。だからすごく難しいチャレンジですけど、ハレオさんのこうサプリメントにも非常に助けられてて、で自分に今体に何が必要なのかっていう声を聞き逃さず必要なものを入れていく、でこれをもう少し取った方がいい、これは今いらないな、そういう積み重ねで今すごくいい体が作れているなって感じますね。うん、すごいね。トレーニングと栄養を取るだけで一日いっぱいになるじゃん。一日いっぱいですね。でその中で、まあ、トレーニング、そう、1日5回って言いましたけど、その5回のトレーニングよりも僕はそれ以外の栄養っていう部分を非常に大事にしているので、疲れているから食べれないっていうことは絶対にないですね。疲れていても体に絶対を栄養を入れるっていうイメージで、食べたくないんじゃなくて入れなきゃいけない、まあ、そういったイメージで僕は栄養を入れてますね。食事をとってます。あれ、なぜ牛肉あまり食べないと。牛肉すごい好きなんですけど、牛肉は基本的にちょっとまあ脂身も多いんで、食べた感覚的に次の日にちょっと重たい感じがするんですね。その前 1週間にこう何回も食べるものじゃないですし、なるべく例えば試合が近かったりするとその期間には食べないようにしてます。牛肉が嫌いなわけではなくて、まあ、食べると次の日ちょっと体が重いなって感じてしまうので、まあ、長期の休みの時とかそういった時に楽しめればなっていうイメージですね。だからそういった風に自分の体に合ってるなっていうものはいつでも食べて大丈夫ですけど、次の日ちょっとでもなんか感覚が違うなって思ったら試合に合わせてアジャストしていく必要があると思いますね。それは全選手感じていることだと思います。自分にとって合わない食材がもう当然ありますし、まあ細かいことですけど、まあ、そうらしいね、うん、対応していかないといけないですね。サプリメントと、まあ、その食べ物はそれ全部いろいろ試して自分の体がこうこれいいよとかこれはダメよっていう、そこを結局そこで決めるんですか。自分で経験しないと、まあ、その栄養についてすごい、まあ、指導を受けたことも多いんです。で、未だに指導を受け続けているんですけど、ただそうやってこう自分の耳に入れる情報よりもそれプラス自分で一回経験して、あ、なるほどなってなることと、あ、これはやっぱり違うなって、いいと思ったものは取り入れ続ける必要があると思いますけど、取り入れて違うなって思ったものはやっぱりこう自分にとっては違うと思うので、まあ、何事も一度自分の体を通してみて僕の中で判断する、いいものは残り続けますし、あ、ちょっと違うな、合わないなってものは僕にとっては合わないなっていうだけで、まあ、それがまた違う人にとってはいいものかもしれないですし、僕は一度絶対試すようにしてます。